O 四角形 O 四角形とは、一内角の大きさが180度を超えるような、頂点を持つ四角形。一般的にはやがた、くさび型などで呼ばれる。四角形 ABCD において、A、C、D の合計が、角 B の外角に等しくなる。また、点 B を中心とする円が点 A、C、D に内接する場合、B の外角は D の2倍である。点 D。 点 b を結び、bdc を f, cbd を l, ブーダを h, オボットを s, b の外角を x とすると、d イコール fh, 4, l イコール 180, 1, s イコール 180, 2, x イコール360 ls, 3求めたいのは x なので 1, 2を3に代入して、x イコール 360, 180から180 X イコール360から180-180、180? X イコール360180180、X イコール、X イコール a f c 4より、X イコール ACD 対角線が四角形の内部で交点を持たない、外角が定義できないなどの不都合があるため、日本の初等中等教育では、四角形の分類に含めないことがある。ありがとうございます。